とプロテインがちょっと気になってて、はいはい、種類が結構あるじゃないですか。そうですね、ざっくり説明すると、はい、筋肉を太くするホエイプロテインというもの、動物性というものと、まあ、ダイエット目的で飲まれる方多いんで、ソイプロテインというこう大豆由来のものと2種類あります。で、まあ、目的としてはタンパク質を、まあ、こう脂質とか余分な脂質とか除いて摂取するというものなんですけど、運動される方だと、まあ、大体自分の体重 ×1g ぐらいのプロテインを取ってもらうのが一応ベストになります。ソイと動物性のものと植物性のものが両方重なってるランナープロテインって長距離の方向けのタイプとかもあるので、これ飲んでもらうとこう筋肉を大きくするというか、こう、まあ、ちょっと減量というかもうしつつというのがあるので、こうダブルになってるタイプとかは結構、マラソンを始めますという方にはおすすめすることが多いです。味もいろいろあるんですけど、味がそうです、全部違いますよね。甘めのココアとグレープフルーツといろいろあるんですけど、まあ、飲みやすいんやと結構グレープフルーツとか普通のスポーツドリンクみたいに飲めるので、でもこれは一番人気ぐらいにあるかなとは思います。ただまあちょっと減量したいってことであればもうソイだけを取ってもらうと一番こう脂肪ですね。運動した30分後に飲むのがベストなんですけど、まあ、吸収率が一番高まっているので飲むとこうより効果を感じやすいので、まあ、ちょっと減量目的だったしやっぱそうですね、こう筋肉痛とかちょっとこうボディメイクもちょっとしたいとかであればこのホエイが入っているタイプとかは結構おすすめにはなります。運動前とか運動中じゃなくて、はい、運動後の方がいいです。で、まあ本当に筋肉つけたい方とかは、本当就寝前ですね、寝る30分ちょっと抵抗ある方も多いんですけど、男性とかは、寝る前とかに飲んで1日2回取られる方も結構激しい運動される方とかはいらっしゃるんですけど、運動後と寝る前に寝る前って、私もこれはよく飲んでました。マラソンの時とかは、はい、よく飲んでました。鉄のタブレットとかと一緒に飲むと貧血対策とかにもなるのでよく飲んだりとかはしてました。その鉄のタブレットっていうのは そうですね、これですね、ヘム鉄って言って結構ねその貧血予防とかにもなるんですけど、これね、走る、40分前ぐらいとか飲むと結構嘘みたいに息が楽になります。全然その酸素の供給量とかも上げてくれるので、私も絶対これは飲みます。飲み忘れるともう本当にしんどくって全然違ってくるので飲むと、これなんですか、この酸素。はい、私も気になってて一応同じような感じです。まあ、こっちの方がね、コエンザイム Q10 っていうのが入ってるので、よりちょっと疲労回復とかにもいいっていう感じ で、こっちの方がね、葉酸とか入ってるので、ちょっとサプリメント要素もあるというか、はい、内臓にっていう感じですね。こっちの方が割と売れてます。抵抗なく使えるっていう方が、銅とかも優しい、まあ、そうですね、はい、葉酸なんで結構妊婦さんのスタッフとかもたまに飲んだりとかはしてるっていう方もいらっしゃいます。そうなんですね、はい、でもいいって言われたみたいですね。はい、鉄やのに呼吸がしやすくなるんですか。まあ、そうですね、鉄というか、そうです、酸素もね、赤血球を、ね、運びやすくするっていう作用もあるので供給量が上がるので、結構これは速乾性ありますね。割とおすすめすることは多いです。楽になるので、特にペース速いとより息が上がりやすくなるので、はい、ぜひこういうのも、本番の時も取り入れてもらうとおすすめかなとは思います。なるほど。、はい、こっちはちなみに何ですか。まあ、ですね、マッサージローションとかの結構ケア系のリカバリーの感じなんですけど、この中に取るとかじゃなくてこうほぐすタイプになります。これとかは結構、出してもらうと結構こういう結構レモンの香りがするんですけど、まあ、これを普通にふくらはぎとかにガーって塗ったりとかしてもらうと、私もね持ってて結構すぐ足むくむんですけど、塗るとね血管がバーって広がるのがわかる。わかります。まあ、めっちゃ血管がスースーするんですか。それ若干、はい、しません。それ面、なんかメンソール的なのは入ってないんですけど、結構爽やかな感じになるので、足裏 と、ふくらはぎにやっても特に女性の方はわかりやすいかなとは。めっちゃいい香りします。そうです、そうです、はい、してくるので。どのタイミングにするのが一番いいんですか。まあ的にいつでも使えるっていう感じなんですけど、はい、まあ、走って、まあ、寝る前ですね、お風呂上がりとか温まってる状態だと血流も良くなってるので、一緒にこうやってもらうと次の日の足の軽さとかは全然違ってきます。ふくらはぎとかやってもらうと
結構怪我される方が多いので、こういうのでやってもらうと継続して、うん、はい、練習できるかなとは思います。あ、すごい匂いが、うん、なんか、じゃあ使わせてもらいます。私も使う。ありがとうございます。めっちゃいい匂いします。めっちゃいい匂い。めっちゃなんか柑橘系の、柑橘系の匂いします。うん、あ、でもなんかあっ、あ、はい、持ってない。今なんかあったかい気がします。あったかい気するんだけど、血行が良くなる。あ、血行促進みたいな感じ。張りを与え、マッサージをする。あ、やっぱり血行が促進される効果入ってますって。促進されてるんじゃん。なんかちょっとあったかい感じがするやろ、はい、普通の多分塗るより、普通の家で使ってるクリームよりはあったかくなってる気がする。これが1個しかないみたいなんで、皆さんでじゃんけんしますか。あ、それはもうなあ。あれちゃう。ここは、ここはなあ、そこは、ここはなあ。分かるやろ、分かるやろ。でも再燃年長さん、年長さんということで。嘘嘘、じゃんけんしよう。ここはじゃんけんしよう。いきます。はい、最初はグー、じゃんけん、はい、あっしゃー、チョキ出せばよかった。いきます。最初はグー、じゃんけん、はい、これやってきます。最初はグー、じゃんけん、はい、やったとてもいただきました。ありがとうございます。大阪ハーフマラソンが来年1月30日に開催されます。大阪国際女子マラソンと同じ日に同じコースの半分を走ることができます。応募は11月30日まで。詳しくはホームページをご覧ください。こんにちは。こんにちは。声出していこう、はい、あ、入れていこう、はい。